はいどうもうずです、えー、皆様写真のデータってどういう風にストックしてますか、えー、私は基本的にこういう一眼カメラと呼ばれるミラーレスカメラやドローンで撮った映像や写真なんかは大抵 Mac とか Windows を通して外部ストレージっていうねあの別のデバイスに保存を取ることが多いです。容量いっぱいになっちゃうからね。で特に容量で困るのがスマートフォン。 すすごくないですか皆様写真とか動画撮ってたらすごいいっぱいになっちゃうデータが。で私もマックじゃなくてこうスマートフォンですね iPhone を愛用してますが、まあ、当然 iPhone の写真ってすごいいっぱいになるんですよめちゃくちゃたまりますともかく写真いっぱい撮るから動画も撮るから。で iPhone であれば iCloud っていうクラウドストレージに保存することもできますよね。無料で5までまだったかな今 で有料で利用することによって月額いくらっていう料金で50ギガ200ギガ 2TB っていうふうに段階で上げることができるんですけどまあ結構取られるよねえそこでおすすめするのがこの思い出箱えこちらは iPhone などの写真や動画を選んで保存ができる機械になってましてえもちろん iPhone 以外のカメラとかアンドロイドスマホの写真なども OK ですで容量の方は 1TB2TB4TB って選ぶことができるんですが まあこれがすごく便利だっていうところを今回お伝えしたいので、えー、まず私自身も使ってみたいと思います資料はねカタログやパンフレットを送っていただいたのでもうこれら目を通したんですけどまだ実際に使うのは今回私も初めてなんですなんか開けるとこから楽しいっていう製品らしいので、まあ、ぜひ開けるところから皆様と共有したいと思いまして、えー、開けましょう <laughs> 開けましょうはい、えー、じゃあ開けてってみましょうはじめましてあのここにね「はじめまして」って書いてあるんですけどちょっと開けるとこからワクワクっていうのをねコンセプトにやってる製品らしいのでしっかりと写真をを大切ににすするあなたに感謝を込めてっててっっいう文言も入っておりますそんな形で開けてきますと、まあ、クイックスタートガイドが入ってましてその下に実際の思い出箱製品ですねが綺麗に入っております。 えー、そしてそのさらに下にケーブルやリモコンも入ってますリモコンなども入っておりますはい、えー、中身で入ってたものがこれで全てですね説明書から本体、えー、あとは電源アダプターとお試し用電池にリモコンですね はい、このあ,あと HDMI ケーブルこれも大事なんですけどねこれモニターやテレビとつなげるためのケーブルも同梱されております、まあ、非常に分かりやすい構成ですねそんな複雑なものはありません、はい、で早速クイックスタートガイドを見ながら初期の、ね、設定してみたいと思うんですけれどもえまずはリモコンに電池を入れるということでリモコン電池入れちゃいましょう、まあ、これは難しくないねリモコンに乾電池に入れるだけだからねで電池もプラスマイナスがしっかり書かれてますからそこにはめて入れていくだけですねはいリモコン OK え次は思い出箱本体 電源とあとはモニターにつなげるっていうものなんですがこれもただ差し込むだけなので簡単です。 はい思い出箱の準備ができると画面でね説明が出てくるのでこのまま進んでみましょうか思い出箱へようこそということで案内があってえはい進んでいろいろ説明設定の説明などが出てきますえ基本的にはコントローラーのね操作の仕方なども教えてくれますのでその案内通りに進めば問題ないみたいですペアリングボタン思い出箱にリモコン登録します電池が入ってるか確認して丸と三角ボタン同時に画面が切り替わるまで押し続けてください押しますね はい、リモコンから指を離してお待ちくださいということで今これペアリングされてるそうですはいリモコンの登録に成功しました決定ボタンを押してください、えー、その形でテレビ設定を開始概要テレビ設定を開始、えー、現在操作している思い出箱のリモコンでテレビを操作できるように設定できるということなのでテレビ設定を開始してみます、えー、私が今使っているここのモニターは TCL というモニターなのでちょっと変わってるけどね登録が <laughs> あったよ TCL あった TCL を選択します えー、そうするとテレビを操作できるようになるようなので音量調整などもこのリモコンで行うことができるということですね便利ですねこれもう最初にこれやらせてくれるわけですねはい今これでテレビの音量を調節できるようになりましたリモコンでこのリモコンでテレビが操作できる いいね、で次に来るのがネットワークの初期設定ですこれもどんな機械でもやると思うんですけどネットワークの初期設定もやっちゃいますあのこのスタジオの蔵にある w i f i をね拾えるようにしときますで有線 LAN と無線 LAN どっちも選べますのでここでは w i f i を選択させてもらいますでネットワークの接続が完了しましたら QR コードからねスマホ用のアプリを入れてくださいっていうのが出るんですけど私はもう事前にアプリ入れておきましたので、まあ、QR を読み込むこと必要はないんですけど必要な方はここから、えー、スマホアプリを インストールしといてくださいえ、これでネットワークの設定が完了しました。となりますえ、そうすると通常の初期画面だねえ。アルバムカレンダー、最近取り込んだもの思い出散策え、その他機能などなどがありますので、まアルバムが今の時点ではおそらく何も入ってないです。はい、見つからないですね。私まだまだデータで移してないからね。じゃあこれ。を どうすんだ、<laughs> これどうすんだ、<laughs> じゃ、ちょっとスマホアプリ開いてみますね。ここから何か出るかもしれないので、あの指示がね。で、今思い出箱のアプリを開いてみたんですけど、まだこの端末とのリンクがされてないので、それをするところから始まるみたいです。えー、思い出箱を選ぶ、あ、ちょっとこれ、キャプチャーしましょう。 はい、今、スマホの画面キャプチャーしている映像を一緒に置いておきますが、これで作業してみます。えー、思い出箱をまず選ぶ、選び、選びます。こいつを選ぶわけですね。PD2000、え、アンダー 90AEC っていうのがこの端末のはずなので、これを選択します。えー、それで、思い出箱、テレビで思い出箱のこのホーム画面を表示してください。はい、えー、端末のね、アップデートも必要だったので、端末アップデートも完了させておきました。で、これで、えー、端末を登録を選択するのかな。 はい、端末登録を要求するスマホで要求するとこの画面出てくるので、まあ、これを許可してあげましょう許可してあげますでこちらに合わせて数字決定ボタンをする8 <laughs> これまあ画面のね指示があるその通りにやっていけば間違いないと思いますはいということでスマホのアプリとこちらのこれだね思い出箱の登録が完了しましたのでこれでデータの方を保存していけるということかな写真を送る でこちらをアクセスしていいかどうかってくるのでこれをまあ私の場合フルアクセスでもいいかなアクセス制限する必要ないんでえこの間ねちょっと写真は整理したんですけどまあ数がまだかなりあるのでアクセスを許可しますえそうすると全ての写真などを取り込んでくれるピンチインアウトえー、いろいろできるんかあこういうことかはいはいはいこれでまあ撮ったものをいろいろ選択できるのかなで全選択をしてみてこれをですね次へ。 えー、でこれを送信できるアルバムに追加送信しちゃいましょう全部ちょっと何も考えずに送信今しちゃってますよはいこれ送信中データを今バックアップ取ってる状態だと思いますこれあのね画面も一緒に出てるね、えー、スマートフォンパソコンから写真動画を取り込み中ということでこれしばらく待ってみましょう、えー、650枚ほど送ってますので今 <laughs> この間ね整理したからよかったけどこれ数千枚ね写真があった状態ですからねこの間ねあのストレージ側をね キープししたたくてだいいぶ写真を整理しちゃったのではい、取り込みの方が終わりまして写真がねここに表示されてる形になりましてでスマホの方だと全ての取り込みが完了取り込んだ写真などを削除しますかって聞かれるんですけど、まあ、基本的にこのストレージの方に移動してもうそれでいいやってなったら削除しちゃえばいいわけです。 まあそうしたらスマホのねデータ軽くなるから、まあ、なんですけど今回はレビュー用で今一旦やってますのでこれは残させてもらいいまますす削除しないでおきますこの思い出箱についての補足になるんですが思い出箱でデータを取り込む時は同じ写真があった場合は1枚だけですね重複しないように取り込むことができるっていうのもこの製品の大きな特徴になりますので付け加えさせていただきます。 はいそんな形で今スマホにある写真がすべてこちらに写った状態になります。でこれをさあどうするんだっていうところで多分アルバムですねアルバム見てみましょう。アルバムを見てみるとこれ取り込んだものが表示されてますあのアルバムの中だと成人の日とか緑の日とかその祝日かなで今分けられてる形になっていて。 まあ例えば今この中で、えー、憲法記念日がね12個写真があるのでこれ見てみるとあこの日あれだねあの娘と一緒に太田市にあるイオンのフードコートでご飯食べた日だなのでこういったねおそばとか食べおおいいねでっかく写すと綺麗に写るね、えー、こういったねおそばを食べた写真とかがしかも早いな、えー、アクセスして確認することができますうんアイス美味しそう。 それらをこの思い出箱を使ってそういったみんなとシェアして楽しむってこともできるしこういった形で全てバックアップをこの中に収めるっていうことができます。で容量が大容量。いいじゃない。 今はアルバムを見てみたんですけどこれもちろんカレンダーでも分けてくれてますカレンダーを表示するとこう日付月ですね月単位でこう表示されていて、まあ、少し古いやつだとどの辺がいいかな、まあ、例えば2020年の11月の写真なんかこう表示してみるとまあ娘懐かしいですね娘の写真とかが出てきますねはいはいはい、まあ、こんな感じで <laughs> いいね一緒にねお出かけした時の写真とかね思い出振り返れるなまあ思い,思い出箱思い出箱思い出いいね まあ例えば思い出の写真なんかを振り返りたい時にちょっとこれちょうどイルコがいたね <laughs> イルコ懐かしい沖縄でね撮ったやつなんですけどイルコなんかの写真を思い出に残したいって時にえこのリモコンボタンにね黄色ボタンがあるんですけどそれを押すとお気に入りであのブックマークじゃないですか登録できてまあすぐに確認できるようになるっていうこれ思い出の お気に入り一発ボタンだねお気に入りの写真を選択することもできるっていう便利な機能もありますあとは SD カードですねカメラなどで撮った SD カードの写真や動画なども取り込むことができますのでこれを思い出箱のこの前面のところですねここの穴に差し込んであげれば、はい、カチッという音がして今差し込みできましたでカードを差し込んだら取り込みボタンというのがあるのでこちらを押してあげますそうすると取り込みがもう始まってくれるのでこれ助からない あのほら私とかもいろいろスマホでやったりとかパソコンコンピューター使っていろいろやるけれども、まあ、そういうのが苦手っていう方は SD カードを差し込んで取り込みボタンを押すだけでもうあこ,の中かこの中に写真や動画データが取り込まれます。それがこういったモニターテレビなどで見ることができる状態になるっていうのはこれは楽だね。 <laughs> テレビショッピングみたいになってるけどいやでもこれほんといいと思うよ親切設計うちの娘とか娘はもう機械詳しいか、まあ、妻とかね妻のお母さんとかこのような機械があったらほ、まあ、本当に簡単に今まで撮ったスマホ写真とかカメラで撮った写真データ動画データをこの中保存してみんなで見ることができるっていうところが今回思い出箱を今開けて使ってる状態でまず感じるのが設置が簡単設定が簡単そして取り込みが簡単全部が簡単だね はい、SD カードのデータが全部取り込まれたということで今取り込んだものがここ表示されてるんですけれども、まあ、そしたら最近取り込んだものという項目がありますのでこれを選択すると今取り込んだ動画と写真ですねデータが出てきますでポイントとしてはサムネイルの時点で動画が動いてくれますこれすごい見やすいんですよ えここで撮った映像はキヤノンの EOSR6 っていうカメラで撮ってるんですけれどもちょっとイベント撮影してきたやつの一部だねが出てくるんですがサムネイルで動画が動いてくれたりして見やすいっていうのと。 あとは先日佐渡島であったイベントがあったんですけどそれを撮ってきた写真これはソニーの α7R5 で撮ってる写真なんですがそれらもこうやってねすごい簡単に最近とりあえこれねビリヤニって言ってインドの料理なんですけどこれ食べてきてこういったのを見て共有することができるっていうのが面白いですね。はいということで思い出箱すごくシンプルな構成なんですけれども必要ななんかみんなで見るのに見やすい必要な構成が全て揃っていて使いやすいっていうのが 使ってみてみすぐ実感できましたあとは前面の端子に SD カード以外に USB タイプ A のね端子もありますのでこちらからフラッシュメモリとかあとはカメラでもね直接つなげて転送できるものもありますのでこの USB 端子を使ったデータ転送も取り込みボタンでね行うことができるって便利な機械になってます。はい、という形で思い出箱、まあ、簡単なその設定から取り込みに関してのお話をここまでさせてもらったんですがすごくねこれはいいね。 あの家族にお勧めしたいむしろ栃木県の自宅に置きたいでえ妻とか娘たちの写真とかを、ね、まとめたりとか、まあ、私の写真まとめてこれで管理してでテレビで見れるようにしとけば、まあ、妻のお母さんお父さんが来た時とかうちの、ね、父とかが来た時にあのその娘たちの写真を見せたりもしやすいし、はい、えすごくいい形で使えそうかなと思います。でそれ以外の機能としても あそうだこ,れこれもね紹介してって言われてたんだけどこれ Mac とかねコンピュータで、えーでデータのね管理なども行えるということでそれもちょっとキャプチャーしながら見てみましょうはい今私の Mac に先ほどスマートフォンに入れたアプリと同じようなものなんですが Mac 版をインストールしました、えー、それで今立ち上げたところ、えー、こちらの端末とはですね接続するっていう同じ流れになりますのでこれまた選択して許可してあげましょう、えー、そしたらナンバー出てきますのでさっきと同じ処理をしてあげます はいで端末の登録ができると、この画面のように一覧がばっと出てきますので、これ、最近取り込んだものですね、映像とか写真とか含めていろいろ出てくるんですが、これなんかそうですね、ビリヤアニの風景ですね、これ、ソニーのカメラで撮った写真なんですけど、こういったものを表示できて、その中でやはりカレンダーとかの表示、そしてアルバムかな、<laughs> ちょっとアンズとかクラゲかな、はいこの間撮ったやつだね、かわいいね、いやー、かわいいな、クラゲ。はいこんな感じで写真を表示することもできます。 はい、ということで、えー、Mac でも使えるし Windows でも使えるそしてスマートフォン AndroidiOS でも使えるっていうところでいろんな機器に対して対応できますので、えー、こういったところも合わせて使っていただければより写真動画の管理、えー、保存が思うままにできるんじゃないでしょうか、はい、あとこちら思い出箱の背面なんですがこちらに USB 端子がありましてこれね文字で書いてあるんですけどバックアップ機器って書いてあるんですよ。えー、バッッククアップ用のハードディスクを 別で購入しておけば万が一ね本体で何かあったとしてもそのバックアップで守られるっていう形になりますので容量にに合わせたハードディスクを買っておおくのはおすすめになりますねでその中身を丸ごとバックアップしたハードディスクから再び新しい思い出箱にデータを流し込むっていうことも可能になっております。この思い出箱なんですが価格に関しては あの公式サイトではね3万4800円からになってるんですけれども、まあ、その販売サイトなどで割引なんかがセールやってることもありますのでそうするともうちょっとお得に買えるのかなっていう形になってますまあクラウドストレージを使って毎月お支払いをこう上げていくっていう、ね、方法も楽ではあるんですけど私あんま好きじゃなくてそっち個人的にはこうやって自分で管理できるストレージをまあ一括でねあの買い切り型みたいな形で管理するのが ま気持ち的には楽なんで、はい、えそういうのを好きだから今回はこの思い出箱非常にいい商品だと感じましたえ普段からこのようにえ新しい最新のガジェットあとはカメラなどに特にお役に立つような情報っていうのを公開している YouTube チャンネルになりますのでえカメラ好きガジェット好きの方は是非え高評価チャンネル登録してまた見ていただけるとありがたいですえ今回のの話ははここまでではまでででた別の動画で ババイ,バイあ,あなるほどなるほど Google フォトへのアップロードもできるんだこれアプリでねあの連携すればできるということなんですけどえ今回本編のね話の中で紹介できてしきれてない機能も結構ありますのでえぜひそのあたりの機能も見てほしいのでえ概要欄にあるリンクのところですねえそこから飛んでいただいてえこの思い出箱でできるさまざまな機能っていうのを皆様さらにチェックしていただければと思いますはいえこれ面白いねいろいろいろと管理できるなうん <laughs> 使えるな